2022年11月25日、無色転生異世界行っ,ったら本気出す最終巻となる第26巻が発売となり、長きにわたり紡がれてきた異世界サーガ、ルーデウス・グレイラットという一人の男の物語がここに幕を閉じました。ほんと無色転生は語り始めたらキリがないぐらい大好きな作品で、初めて小説家になろうというものに触れて一番最初に好きになった作品でしたね。ほんと僕の中ではナンバーワンの作品です。完結おめでとうございます。そして、お疲れ様でした。 まあ、ということでね、この度無職転生が完結を迎えたということで、いや、ほんとなんか感慨深いですね。もう Web 版で最終回ね、まあ、どんな結末になるのか分かっていたんですけれども、ま、今回書籍版でね、改めてこの物語の結末を見てね、いや、ほんと胸がいっぱいになったというかね、ほんとこの終わり方好きなんですよね。なんかほんと切な的に終わっていくというかね、 別にこの物語は英雄が世界を救うね、勇者が魔王を倒す物語ではないんですよね。ただ一人の平凡な男が懸命に生きた物語であって、ただそれ以上でもそれ以下でもないっていうね、これが渋いんですよね。だから別に最後はラスボスを倒して世界を平和にして終わるっていうことではなくって、ただね、一人の男が役目を置いてみんなにね、見取られながらこの世を去っていくっていう、何この人生って感じなんですよね。いや、本当のなんか、 ジーンときますねこれは、うん。別にこれいくらでも続けようと思えば続けられると思うんですよね。そのだってこれからねラプラスとの戦いもありますしね。最終的には人神との戦いも待っていますしね。でもその人間でございますからね。その人生残りの寿命っていうのがあるからね。最後は。 っていうところでございまして、別に、でも、だとしてもね、まあ、こっからいろんなね、まだ若いですからね、まあ、ルーデウスは最終的に74歳でね、この世を去るんですけれども、物語的には、ま、34歳で一応最後は描かれていくということで、三34歳っていうのが、ま、前世の、亡くなった時と同じ年齢なんですよね。なんかインタビューで、ね、も書いてあったんですけれども、まあ、その34歳まで描きたかったというところでね、まあ、この節目である34歳まで描いて、まあ、そのまま、最終的にね、人神の夢を見て終わるというかね、最後開校を果たして、まあ、74歳 でまあ老衰を迎えてみんなに見取られながらこの世を去っていくっていうことなんですけれども別にこの期間もいろいろあってね七大列強の会にね名を連ねてからの物語っていうのもいろいろあるわけで別に人神がねこれからまたいろいろとね首都をこっちに送ってきてね戦いなんていうのもいくらでもね描けたと思うんですけれども別にそれは描かないっていうねうんスパッとね最終決戦ギースとの戦いで終わらせる っていうのがいいですよね。やっぱギースっていうのが本当一番強い男ではないっていうところで、やっぱルーでその物語としては別に強い、強いんですけれども、うん、別に最強ではないっていうね。まあ、フル装備ね、マジックアーマードがいろいろ装備して、まあ、七大列強のイと五分五分ぐらいの戦いができるかなっていうぐらいの強さっていうね、このアンばいが非常に多くって、ギースっていうところも本当に弱い人なんですけれども、まあ、口が達者でね、まあ、いろいろその人を繋げていくっていうのがすごい長けている人間で、そういうある意味似たような人物たち っていうのが、最後ね、ルーデス、ギースっていう陣営に分かれて戦うっていうのがめちゃくちゃ熱いですよね。やっぱこの物語のラストして、ギースっていうのは本当にふさわしいというかね、うん。ギースが、その、いろんな仲間たちをね、急増、急ごしらいで集めていった中で、ルーデスっていうのは逆に今まで紡いでいったね、確かに積み上げていった人と人との繋がりっていうので、最終的に勝つっていうのが熱いんですよね。 で、さっきも言ったようにこの物語っていうのは、一、まあ、人の男が懸命に来ただけの物語であってね、決してこの世界の主人公ではないんですけれども、ルディは確かに無色転生という物語の主人公なんですよね。個人的にすごい好きなのが、この最後にね、 アスラ王国の人物録に、ルーデウス・グレイハットの名前が追加されていくっていう、その下りがあるんですけれども、まあ、そこの人生史みたいのがめちゃくちゃいいんですよね。あの、ルディっていうのは、後の世界でもすごいね、まあ、世界中に名前が記されていて、めっちゃ有名なんですけれども、その、なんていうのかな、いい風にも悪い風にも伝えられているっていうことで、いろんな、その二つ名みたいなのが伝わっているんですよね。で、その様々な分野ね、魔術とか、その、芸術とかね、その教 教育とかいろんな分野でいろんなことを成していったんですけれども、真っ先に名前が上がるようなすごい人物としては語り継がれていかないんですよね。だから教育だったらロキシーが一番最初に上がるぐらいすごい有名な人になっていて、その芸術だったらねザノバが上がったりとか、美術だったらそのサイレントセブースターがね上がったりとかするんですけれども、2番目に上がるのが常にルディなんですよね。で、そんな感じで後の世界で真っ先にねルディっていうのは名前が上がるような人物じゃないんですけれども。 もうそのルディがこの世界にもたらしたことっていうのは非常に大きくて何十年何百年後の世界でもこの成したことっていうのがさまざまな形をもって語り継がれていくっていう っていうのがね、ほんと好きなんですよね。まあ、今回はね、まあ、無色転生の完結ということで、まあ、ルディのことばっかりね、語ってしまったんですけれども、まあ、たゆっくりね、まあ、いろんなキャラクターとかね、エピソードごとにね、まあ、語る動画もね出していきたいとは思っているんですけれどもね、いや、本当に無色転生って魅力的なキャラクターばっかりでね、ま、ほんと、一つ一つのキャラクターで、ね、もう一動画ずつぐらいね、語りたいぐらいなんですけれどもね、ほんと、ロキシーもね、シルフィーも、エリスもね、この三人がいてね、結局、誰なんだっていうね、うん 一人、誰か選べって言われても選べないぐらいみんな魅力的でね。ほんと他にもね、ザノバとかクリフっていうね、生涯の友もいたりとかね。個人的にね、あのー、ランドルフとかね、めちゃくちゃ。 ということでね、ほんと語り始めたらキリがなくなっちゃうんで、ここら辺で。で、最終巻につきましてあ、過失されてるところあったのかって話なんですけれども、えウェブ版とほぼほぼ変わらないっていう認識で間違いないと思います。はい。えっと、全体に過失は入ってるんですけれども、大きく追加されたポイントっていうのが、一、まあ、つだけありまして、まあ、最後エピローグの前にね、その、ルーデウスの人物録っていうのがね、描かれていたと思うんですけれども、まあ、そこの後にですね、ルーデウスの日記のですね、後書きっていうのが追加されてるんですよね。まあ、ここでルーデウスが、この、 人生についてね、総まとめみたいなのを語っておりましたね。まあ、それが追加されておりました。これもまた非常に良かったですね。うん。まあ、他にもね、まあ、序盤にシャンドル視点が入ってるとか色々あったんですけれども、まあ、全体的な結末とか、えー、一連の流れなんていうのはほぼほぼ同じ形で描かれておりました。ということでね、まあ、最終巻に関しましてはそんな感じでございます。で、スペシャルブックも同時発売されたんですけれども、まこっちは完結記念に色々載ってます。ショートストーリーがメインになっているんですけれどもね、まあ、これ日本初公開のものとか、かける30本ぐらいとか色々めちゃくちゃ量があったんですけれどもね。いや書き下ろし 私のストーリーがすごく良くてですねこの最終決戦後の話でそのフィットアリオが復興してそこに城がフィットアジオが立つことになってその落成式にみんなが呼ばれていくって話なんですけれどもまあ、ここが本当泣けるんですよねこのずっとね転移事件からこのねフィットアリオの復興のために尽力していたアルフォンスさんがここでやっと報われるっていうねまあ、それ本当泣ける書き下ろしが描かれていたのでね、まあ、これ本当見る価値あると思いますので、ね、ぜひともスペ スペシャルブックの方もね、えー、見てみてくださいということでね今回そんな感じで短いでしたけども、えー、無色転生最終巻について話していきましたいやほんと無色転生ねウェブ連載からまあ、10年という節目でね完結を迎えたと、まあ、書籍版が完結を迎えたということだったんですけれどもねいや本当 最高でした、無職転生まあ、と言ってもね、まあ、これからも無職転生続いていくということでね、なんと打足編がね、えー、書籍化決定したということでね、まあ、これもまためでたいところでございました。他にもね、無職転生は、まあ、面世界の物語って言ってね、すごい盛大な物語のごく一部のお話であってね、まだまだこれからもいろんな物語があって、そのインタビューでも語っているんですけれども、無職転生ね、ルーデウスの力80年後の話を死ぬまでには書き切りたいとね、その、孫の腕先生が言っておりますので、 ま、それもまた、どうなるのか楽しみなところですよね。アニメ版もね、これからまだまだ続いていきます。2期もね、放送が控えているということで、楽しみなところでございますね。でも、本当えー、一区切りということで、無職転生、完結お疲れ様でした。本当ボノナガナンバーワンです。無職転生、ありがとうございました。